遅れて。短いですね。15分、あ、放送再開してから言おう。コート。またウェブカメラが。超不安ですね。あ、あ、いかがでしょうか。大丈夫でしょうか。再現しないといいな、午前中の。お、爪からいらっしゃいませ。あ、昼寝大変気持ちよかったです。昼寝15分ぐらいです、私は。あの、昼休みの、会社の昼休みでもだいたい15分ぐらい昼寝してるんで。豚丼うまかったですね。っていうか豚丼のタレってなんか同じ味食べたことないような気がする。あれって特定のレシピないんですよね、きっと。一番特徴的だったのはなんか焼肉屋さんみたいなところで食べたいかにも焼肉っぽい感じのやつだったかな。あれもなんか印象残ってますね。あ、そうそう、元気です。そう、結局豚丼瓶ですね。で、その優勝の建物を、あ、そこの建物なんですけど、あれライダーハウス、今日はあの宿に泊まります、普通の。ここはミスタービーンズというなんかあの コメディアン的な意味じゃなくて、かあの架空のその外国人を勝手に創作して、あ、外国人じゃないか、日本人なのか。そう、ミスタービーンズ、頭良さそうに見せたいから決まってるじゃないですか。星いくつ。星は難しいな。浮かずに点数つけると後で修正難しいですからね。でもかなり美味しかったです。850円でした、豚丼。おそういうございます。そう、フランス人の女の子と同棲してるという。同棲だっけ。そうそう、力では。そう、あのビアンキです。あと長期、うん、自転車に、まあ自転車に出せたとして、まあ30万かな。30万でチタンフレームのマウンテンバイク買うぐらいまでかな。そうそう、頭いいですから、頭。あ、今日はそうか、どっちしろまだあの自炊道具持ってないから食材探してもまだ意味ないや。明日午前中に宿に届く。ん、また。おはようございます。赤いのこれ何ですかね。よく見るやつなんですけど、何て言うんでしたっけこれ。多分配信だとこの赤さはまともに映らないはず。配信ではというか、あのウェブカメラとかだと。趣味として、そうそう、なんか30万で世界レベルのものが。ビアンキ久しぶりですね。あ、見つかりました。誰が。ん、あの今のフレーム修理してもらうのが一番いいんですけどね。あ、セルビアですかこれ。セルビア。ん、12時まで。いや、12時までですよ、もちろん。10時以降とかじゃないんですか、焚き火くんの。今私がこっちに向かって動くと逆、元に戻る方向だから、渡んないと。渡って逆方向に向かわないと。セルビア。反対側の向こう側の方だ。あ、京都の滝あるな。で、今日は夕方5時までにつけると、あの宿の温泉ツアーにあの乗れていいんですけどね。逆走というか、あのルート的に逆走ですね。あ、チューチュー。なんかハエかアブかみたいなやつがいっぱい来てましたよ。うん、特のグルメ。お、なんか今のとこあの空港を出発するときに起きた、あのウェブカメラが何度も切れる現象起きてないですね。あと50キロ以上あるんじゃないかな。なので私のペースで行くとやばいですね。まあでも平地で北海道の平地だから、アベレージ10キロ以上は行くだろう、いくらなんでも。相鉄ですか。私相鉄自体は1回しか乗ったことないんですよね。ん、坂道が。で、今あのまあ朝今日例によってシャツで出てきて寝不足だったんで眠かったのもあるんですけど、
さっき昼ご飯食べた蕎麦屋さんの前の木陰のベンチで昼寝したら超気持ちよかったです。あれはあの鶴峠の近くのなんだっけ観音堂だっけ、あそこの神社の 縁側みたいなあそこで昼寝した時の気持ちよさに匹敵する気持ちよさだったな。誰と別れたって、マリオさんがなんとかっていうのと一緒に聞こえたけど今。ああ。さっきからちょっと日が陰ってきて涼しくなってきました。半袖持ってないんですよ今。荷物先に送るときに衣類は一式全部送ってしまって、こんにちは北海道。日暮れの速さとかだとどうなんだろう。緯度よりも経度の方が影響大きいですよね。それによってぐらいですか。あ、また走る道間違え、そっち側の方がいいや。でも繋がってないかな。で本当に今日は昼寝するには絶好の気温です。いや、あの予想したより寒くなかったです。ただ明日から寒くなるって言ってました、さっきあの幸福駅の土産物屋のおっちゃんが。そう、青森の時は暑かったんですよね去年は。でも今年は雨だそう、毎日見てるとこっちの方は20度いかないぐらいだったんで、雨はちょっと数日間しか予報チェックしてないんで、今ここさっきつけたんですけど、なんか iPhone の今ここアプリがうまく動かなくなってるみたいですね。一年中あのさっき Z さんからツイッターであのバックグラウンドとかスリープ状態だと今ここはちゃんと動かなくなってるっていう話が、でもアプリも更新確かしてないんじゃないかな。私は今ここアプリ更新した覚えがないんですけど、 iOS も書いてないんですよ。 iOS 6でしたっけ、 iPhone5 は。だからなぜ動きが変わったのか。飛行機は実は今回2万円弱で来てます。それというのもあの島田さんという人から株主優待券もらったので、あの株主として優待券が来たけど使う予定が今のところないんで、あと10月11月末までなんで、あの使ってほしいというふうに言われて超ありがたくいただきました。なのでどっかでお菓子でも買って、あの株主優待券見てねので、あの島田さんにお菓子とか送りたいんですけどね、お礼に。片道2万円弱の飛行機です。帰りは多分青森から新幹線で帰ると思いますけどね。浮いたのはどうだろう、でも平日とかだったらもっと安くなるんですよね、株主優待使うよりも安くなる。まあ好きなタイミングであのそれなりに安く来れるっていう時点ですごく助かってます。鉄道帰りはそうかも、白い帯とブラック白くない自由度がですね。自転車はあの無料で持ってこれました。アナだと預ける荷物は20キロまで、それ超えるとプラス2000円で、10キロ増えるごとにプラス1000円で、私は20キロ軽く超えてるだろうと思ったんですけど、自転車の袋が10キロで荷物サイドバッグに2個で、9キロっていう風に出ました。まさかクロスバイクが10キロ11キロいかないなんて予想してなかったです。多分あれある程度サバを読む
サバを読む計りなんじゃないですかね、カウンターのやつ。ん、かっこいいわ、どれが。お、自転車の人だ。初めてすれ違うな、今日。じゃあ地元の人か、何もつないし。ん、どこの駐屯地。確かこの辺りだったら鹿追でしたっけ、駐屯地があるところ。あれは帯広市街地のさらに向こうなんで、私は今の帯広市街から離れてます。ん、何ですね、千葉。あ、野菜は前、いや、島田さんと前行った時に野菜を島田さんが自分の家に送ったりしてたんで、また野菜送りましょうかって言ったんですけど、気にしなくていいですけど、お菓子の方がいいというふうになんか微妙な回答されました。なぜに、飛行機輪行でマウンテンバイクのディスクブレーキのディスクは歪みそうな気がしたから、そうなったら絶対に走れないから。そう、野菜は、あ、じゃがいもだ、あれ、あ、あれじゃがいもの機械だったのか。あれ後ろのあの輪っかのところが回転してかっこいいんですよ。あの機械初めて見た。いつ頃から使われてるものなんだろう。今一瞬だけ回って止まっちゃいましたね、残念で。真ん中の黄色いところにジャガイモがどっさり積んであって、そこからコンベアで後ろの輪っかのところに転がっていってるんで、多分後ろのあの輪っかになって回るところは選別機なんじゃないですかね、大きさとかの。お菓子よこせじゃなくて、気にしなくていいですよ、でもお菓子の方が好きですって言われました。回らないなあ。あ、目的地は今日は大気町なんですけれど、おお、あ、真ん中にじゃがいも、うわぁ、あれ、中に人がいたら、じゃがいもで圧死するよな、すげえ。今、GoPro でどのくらい撮れただろう。あんなにダイナミックに扱うんですね。てか、じゃがいもってそんな頑丈なんだ。あれがもし果物の桃だったりしたら、果物以外桃ないか、桃だったりしたら、もう一発で全部ダメになりますよね。意外とじゃがいもの扱い、ダイナミック。いや、目覚めてないですけど。あ、そうだ、ちょっと忘れてた、店に入るときにポケットに入れて、充電器から取り外してたポタファイを充電器につなぎ直さないと。ポテト、あ、100持ってきてます。 RX100 は今回ちょっとだけ微妙にグレードアップしてて、何がかというと、ちょっとお待ちください。ん、あ、じゃがいもが硬いって話ですか。あれ、後ろの回らないかな、かっこいいのに。目的地まで多分50キロぐらいあると思います。農機具高いですよね、確か。だから複数の農家で共同して使ってたりするとかいう話を聞きます。ドポタ、後ろがぐるぐる回るのが、あ、北海道です。SF、 あ、回り始めたって皆さんに見えないかな。そうか、あれ、おー、後ろ回ってるの見えますか、あれ。ん、焼き時、後ろのあれ泥落としなのか。じゃあ下であれじゃがいもをすくい取って、で、あ、見えないか、残念。カルビ契約、後ろのあの回転する黄色い輪っかのところにじて、じゃがいもを、おお、で、早速ベルトコンベアで真ん中の黄色いボックスの中にすごい勢いでジャガイモがゴロ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 落ちてきてる。あんなスピードで収穫できるのか、すごいな。これ皆さんに見えてないのが残念。あ、そうだ、あとで GoPro 映像に重ねるためにこうして、解像度残念。ちょっとデジカメのビデオで撮って、あ、デジカメのビデオこっちか。これでビデオのボタンスタートか、別のボタンなんですよね、なぜか。ちょっと待ってください。よし、スタートで、 YouTube の映像を後で見る人たち、この映像です、この映像。後でこれGoPro の映像に重ねる予定なんで。トラクター、いや、あれ一塊の前方、あれトラクターの別パーツなのかな。
で後ろの水色と水色の部分の後ろに輪っかがあって、その輪っかの中でジャガイモがゴロゴロ泥を落とされてて、でベルトコンベヤー通って真ん中の黄色いボックスのところにゴロ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 すごい勢いでジャガイモが収穫されていきます。20秒コメント。今ここが今あのスリープ状態だとちゃんと動かないみたいなんですよ、あの今ここアプリが。ってことは、立ち上げっぱなしにしときゃいいのかな。ちょっとやってみよう。あ、トウモロコシも自動の機械があるんですか。じゃあこれ今ここ出しっぱなしにしといて、ジャガチーズユニット、あ、シャフトって物理的にいいですか、電線じゃなくて。ジャガイモは断尺とか書いてなかったっけ、確か。そうそう、あの断尺っていうふうにどっかに、さっきのあのエロい、さっき食事した店のとこになんかそんな説明がどっか書いてなかったかな。あの機械いつから入ってるんですかね、初めて見た。あ、本当だ。あ、アンドロイド、あ、そうだ、アンドロイド今回持ってきてるからそっち使うかな。でも結構めんどくさい。あの配信補助用にエクスペリアレイって小さいやつを持ってきてるんで、今ここアプリをダウンロードするとかやんなきゃいけないから、今日の宿に泊まってからですかね。じゃがチーズめんどくさい。だってめんどくさいじゃないですか。あ、そうだ、あとこの辺りにあの花畑牧場でしたっけっていうところがあるみたいですよ。田中義武の牧場とかいうふうにツーリングアプリに載ってる。あれがなんかあのネット的にあの叩かれたりしてたとこでしたっけ、商売気が多すぎるみたいな言い方で切れちゃう。その一月は今2年切れたかな、6000ちょいかかるはずです。あの4まで6800円したっけ、キャラメル。そうそう、なんかやたら叩かれてましたよね。でもあれももうかなり前の話かな。あ、なんか芸術作品がな、ブラック、中札内美術村、あれってあの鉄道のレールじゃないかな。ちょっとスリナインっぽい、あの上に向かってる様子が。このキャラ、ん？チャンピオン普段まだあるんですかね。帰りは青森に向かいますけど、まずは北海道の中で苫小牧目指そうかなと思ってます。今のところは沼キャラメル、あの石炭キャラメルとかありましたね。平地で今巡航速度で20キロ前半ですね。20キロは多分超えてると思う、平地だし。日野さんが今どこ走ってるかよく知らないんですよ。赤平ってあの赤平はあそこですよね。あそこです。ほら、あそこ芦別の近くじゃなかったでしたっけ。 あの赤平は、赤平では確かカムイロケットとかが外から見えるなんか施設があったようなですよね。そうそう、なんかカムイなんとかっていう書いたロケットの模型だか実物だかが置いてあるあの工場みたいなところ外から見たことあります。やばいです、もうとっくにですよ。ほら、あれ、あそこ、ん？ん？秋田ツアー誰？ネローさんかな？私にしては20キロ以上出してる時点でもう燃焼、あ、大気町はそうですね、あの9日間です。大気町は何でしたっけ、あの宇宙実験場って言いましたっけ、なんとか実験場、大気町の海沿いのところに、あの多分ね、ロケットの燃焼試験とかできるんだろうところがありますよ。できるんだろうところが、そう、私は超無理しないです。こんにちは。そう、夏休みです。土日を挟んで9日間。ん、本出してたは誰が、
サラベツ、どんぐりキャラクターだ。そう、まっすぐばっかりです。地図見るとよくわかります。向こうでもなんかトラクター的なのが走ってますね、青いやつが。飛び出し坊やって北海道であったっけ。そう、今日は海沿いの方に向かいます。で、最後に変な回り道をしてから宿に行こうかなと。あの宿のホームページを見ると、ロケット、お昼は豚丼食べました。で、今日はあの宿に近づいたところで宿のホームページの載ってたおすすめ道をわざわざ回り道してあの通っていくつもりです。天気、まあでも日が陰ったせいでだいぶ涼しくなりました。日が照ってると意外と暑かった。カントリーサイド自転車じゃちょっと。その宿は赤霊館、カタカナの赤霊に館。前来た時には食事がなんか妙に 食事にあの感動しました。え、下り坂で、魅力っていうのは北海道の魅力かな。とりあえず平地が多くて走りやすいとこと、まあ景色がこんなんっていうところと、今日はちょっと天気がいまいちですけど、青空だとすごいんですよこれと、あと泊まるところが意外と選びやすい。うん、あ、水曜、とりあえず 4,5 日かけて苫小牧まで行って、でそこからフェリーで八戸に渡ろうと思ってるんですけど、野宿は北海道にいる間はやらないかもしれないです。夜寒そうなんで、私寒さに弱くて簡単に風邪気味になってしまう。そう、景色には変化ないですね。それはその通りです。苫小牧に、もうちょっと行ったら登別ですよね、あの辺りは。登別過ぎたところが室蘭だったっけ。ああ、ネロさん寒さに強そうですよね。ま、あの冬に北海道であれ野宿したんでしたっけ。信じられん、寒くて死ぬよ。もともとネロさんって 山屋さんなんだっけ。冬山とか行ってる人なんですかね。8キロ左折とか、本当に8キロ地点で左折とか分かるのか。あ、そうそう、風、今クジャクチョウいたな、死んでたかな。8キロ先を左折って意味ですよね、さっきの8キロ左折って。多元、あ、死んでしまってるの完全に。あ、よっと。ただこの模様がむちゃくちゃ綺麗なんですよ、クジャクチョウ。私好きなんですこの色。ほら、この青い半透明みたいな感じで、わかりますかねこの色。なんかこの 目玉模様のところが燃えるような色に見えるんですよ。グロい。まあ確かに虫の死骸を手で掴んでとかいうのあれかな。あ、ちょっとリンプついた。地面どうですかね。北海道は平地に結構いて、まあ毒はないと思うんだけど、北海道は平地でちょくちょく見て、本州の方だと山の方に行った時に見るかな。そんなに高山でもないか。私はあのクジャクチョウの模様の色が好きです。初めて見た時はうわー綺麗とびっくりして、いや昆虫詳しくないですけど好きです。名前とかはよく知らないけど色が好き。かぶれる、まあガトチョウ同じようなもんですからね。ん、白樺、寿命、なんか虫の寿命は基本的に1年ってイメージがありますけどね。ああ、大紫ってちゃんと見たことない。ん、崩れたの切って集めてはいなかったけど、そういうのもちょっと興味ありましたね。なんか虫は小さいやつと綺麗なやつが多いような気がする。
内臓は。G はどうなんですかね、知ったことじゃねえな G のことなんて。私はあのゴキブリはあの直接的に危険というほどの害はないの分かってるんだけど苦手ですね。でもあの苦手じゃなくなりたいとは思ってる。あのゴキブリは手で叩けるぐらいになりたいと思う。手であのバンと叩いて潰してしまうぐらいの感覚にはなりたいと思ってますね。できてないけど、はあ、そうですね。セミとかセミが1週間とかでしたっけ。うん、毒のトラベル、本当にそういうのがあるんですか、ないんですか、あるんですか。そうそう、 G はでも結構北上してきてるって聞きますけどね。札幌とかだといるんじゃないんでしたっけ、かなりゴキブリは。それがすか、うわ、それってあの苦しめるようなのも好きじゃないな。うん、おう、20年前、私は初めて北海道来たのは何年だっけ。ん、あ、とりあえずこんにちは。バイキン、まあでもバイキンもそんな手で触って即死するような属持ってるわけじゃないんで、まあ、あの不潔にしたいとは私は思わないけど、潔癖症すぎるなぁと思ってますね。今の生活って、あの今の文明的な生活は多分そんなに綺麗にしなくても死なない。ただ匂いとかしてたら他の人に迷惑かかるし、そういう点では社会的生物としては身だしなみは整えるべきだと思いますけどね。でもちょっと綺麗好きすぎるんだろうなと思います、今の状態は。なあ、まあ、そう言いながら私毎日風呂入ってないと気持ち悪いんですけどね。3秒ルール、3秒じゃ繁殖しないだろう。菌類、うん、洗わない、それは意味がないな、特に。あ、卵屋さんだ。あの中の卵の自販機が並んでますね。はい、そう。でもあの内臓も別に内臓自体が汚いことはないですよね。逆に生き物の内臓なんだからその瞬間は汚くないはず。その後すぐに、あ、玉ねぎするな。いや、違うか、これ何らかの野菜が少し吸えた感じの匂いがしたけど、今、あ、またダメですか。フォアグラウンドにしてもダメか。で、ほら、またセイコーマート。どんだけあるんだよ、セイコーマート。実際道内でどのぐらいあるんですかね、セイコーマートは。1000店舗ぐらいありますよね、多分。予算は、あの、口座が借りるまで。適正ですよね、多分。今ここがですね、オンのままにできないんですよ。セイコーマ、セコマ。あ、ここのセイコーマートのロゴは、あの、背景がベタのオレンジのやつだ。ってことはやっぱり混在してるのか。あ、間違えた、ここ左だ。高速枯れるまで。いや、枯れるまで走り続けるわけじゃなくて、枯れたら走れなくなるだけです。ん、何が信じられない。風呂とかも多分毎日入らなくても、本当は、まあ、夏場汗かいたりした時は別だとしてもそこまでやる必要は本当はないんですよね。でも、気持ち悪いので弱く、うん、今一生にしましたけど、またすぐ切れると思います。あ、そうだと忘れてた、これ一般枠でやってんだった。延長はしないので、次に10分後に忘れないように、予約枠にしますかね。忘れてた、予約枠にしようと思って。あ、忘れてた。ふう、なんかよく喋ったな今ちゃんと録音はできてるよな。うん、OK。
じゃあまた枠取り。Z さんは今ここ Android か。今日の夜用意するかな。今用意するとまたトラブりそうだし、ちょくちょく今ここ出しながら行こうかな。うん、あれ、うん、渡すかな。今回アンドロイド持ってきてよかったな、呼び用に。さて、あれ？映像いってない？あれ？またなんかウェブカメラが、あ、来た。うん？うん、また今一瞬ウェブカメラの映像が出なくて焦りました。どうでしょうか、来ましたか。来てないか。コン来てませんか。来てますよね、来てますよね。よし、はい、うん、150人、瞬間的に150人ってのはすごいな。よし、じゃあ行きます。よし、今のところ再現してない、あの問題は。うん、結構曇ってます。ただ、うん、まだやっぱり蒸し暑いのは蒸し暑いですね。もっと寒いかと思ったけどな、今日特別暑いのかな。いらっしゃいませ。さっき幸福、え、ネローさん、やっぱり秋田走ってるっていうのはネローさんのことですかね。さっきコメントであった、今日秋田から走り始めたとか言ってるのは。あれ、ネロさん夏休み前撮ってなかったっけ。って3日間か。うん、広告、広告か。うーん、広告でポイントもらってしまうと、ポイントというかあのシルバーチケットが何でしたっけ、1000円分広告するとシルバーチケット1枚になるんですよね、100円相当の。してと言われて、いやするなとまで言うのもあれかな。うん、まあじゃあとりあえずあのこの後、ポイント切れるというのは何でしたっけ。あ、そう、走りやすいのは抜群にですよ、こっちは。距離稼げるというのもありますね。天下ケーキ、そのコメントは確か一遍聞いたことある。きっとそれは何らかのネタだ。あのキャーファブさんとかと一緒だと思う。そのファブさんという方も私は知らないけれども、おそらくなんかそういうあのネタがネタとして使やってるんだと思う、このネタ野郎。あ、でこの後ですね、あ、ツーリング、私はもうさ夜寒いような時期に来てしまいました。まあ秋の北海道といえばなんかいい感じがしますよね。夜はかなり寒そうです。内陸、そうですね。とりあえず道の駅ですね。どちらは泊まる場所かな。今日は大気町の赤霊館っていう宿です。ライハ泊まりたいですけど、なんかライダーハウスの数めちゃくちゃ減ってませんか。あの蜂の巣っていう一番大きなライダーハウス情報サイトがあったんですけど、今回通るルートにライダーハウス一軒もないみたいです。昔来た時には静内にあのログハウスの競馬好きな
競馬好きのお父さんがやってるライドハウスに泊まったことあるんですけど、今見たらないですね。静内ライダーズインとかいう名前じゃなかったかな。あの時一人だったけど私で、そこで五右衛門風呂があるんですよ。そこで自分で廃材を割って燃やさなきゃいけないんです。そう、もちろんおやっさんがいます。おやっさんがその集まってくるライダーと話したりすることが楽しくてとかいうのが多いと思いますね。あとは元ライダーとか現役ライダーとか。ん、帯広が、帯広にもライダーハウスあるみたいです。市街地の方に。あとは今回通るルートだと、襟裳岬が昔ユースホステルで、あ、大正カニの家ですね。あ、カニの家だっけ、あれ。そう、今もう離れていってますけど、さっきの幸福駅の元隣駅の大正駅っていうところが、そうそう、カニの家っていうのがあって、あれはなんか公営のライダーハウスみたいですね。で、最近結構規則を原則に守らせるっていうので、まあ敬遠する人もいるのかな。ああ、いろんなと、なんか夜その当番の人がやってきて守ってもらう事項を説明したりするんですよね、確か。やっぱ減ってますかね。と、あ、そうなんですか。逆に自転車的には増えてるのかな、どうだろう。ん、あ、ボランティア、完全慈善事業みたいなもんですからね、あれ。左翼、また見たことないやつだ。あ、大学生、場所によっていっぱいいますよね。あれもジャガイモかな。さっきとまた全然違う形のやつだけど、あ、やっぱり前のトラクターは共通ですね。後ろの部分が別の機材なんだ。うん、カロリー、あ、なんか書いてありましたね。昔はそういうサービスなかったぞ、あれ。昔はもらった覚えがないぞ。忘れてるだけだったらどうしよう。あ、来た、大雨。あれ、何撮ってるんですかね。ジャガイモかな、これ。向こうの緑色を見るとジャガイモっぽくも見えるけど、どうだっけ。ちょっと近くで見ないと分かんないですね。あ、牧草ロールん、プディング4項目ん、祭りおにぎり、あ、ありますね。あ、そういや、前大鍋屋旅館さん、気仙沼の前、その震災前に、津波被害前に行った時には確かおにぎりもらったおにぎり、どこで食べたっけな。気仙沼から北上して、どういうルート取ったんだったかな。あ、根室遠いな。そう、まあ、根室の手前に釧路がありますけど、こっちからだと。あ、また消えました。今ここはまあ、じゃあちょくちょくこまめに出しながら行きましょうか。といっても厳しいな、やっぱりどっかでアンドロイドに入れるかな、今ここ。でも今ここの ID パスワードも今持ってないから、自宅サーバーにつないでリモートデスクトップでチェックとかしなきゃいけないから、かなり面倒だな。あ、直線、まあやっぱりちょくちょく出しながら行きます。で、55分ですね。じゃあこの辺りで一旦止めて予約枠に移行しますので、エヴァーノート、あ、使ってないんですよね。エヴァーノート本当にクラウド的なストレージですよね。いろんなアプリからデータをやり取りできるっていう、うん、まあいいか、ここで。じゃあここで枠一旦閉じます。で、何でしたっけ、広告を許可するんでしたよね。端末から、アプリもそうですよね、いろんなアプリっていうのも。じゃあ広告許可、じゃあ一応一時的にやってみます。では、
また来週。高い。あ、そっか、有料サービスなんだ、あれって。アンドロ自転車祭、秋田、秋分ツアーじゃないか。あ、でも秋田空港からスタッフなのか。メローさんは。そんで、再利用で、予約機能オン。で、広告許可ってどれだっけ？あれ？ないな。もしかし、いや、違うな。あれ？どこ？顔出し、凸待ち、クルーズ待ち。あれ？項目がないな。いや、この先か、これか。広告設定利用する。広告オンにするとびっくりするぐらいポイントつぎ込んでくれる人がいて、そうなってくると申し訳なかったり困ったりするんですよね。それでもらったチケットをなんか無駄にはできなくなるので、放送縛りみたいになることもあって、わがままだなこれは。これでよし。枠が取れたよ。ギャーロボさん。あと2分。広告はオフにしてましたという話も放送始まってからするかな。枠オツです。ストリーミングスタート。枠オツ。あれ、また映像来るのが遅い。来ない。わからんな。もう一度。なんだろうな。ウェブカメラ周りの動きが怪しすぎる。15秒。空気かすんでるな今日は。前走った時もなんか あんまり天気が良くなかった頃だったから、なんか似たような異常のままになってる。一応配信開始ボタンをオンにして、おはようございます。もう遅いよ。あ、そうそう、広告拒否してた理由はですね、突然声援もつぎ込まれるとびっくりして恐縮してしまったり困ってしまったりするのが一つと、あと広告の結果としてもらったチケットってとてもじゃないけど無駄にできないじゃないですか。そうするとなんか配信する縛りみたいになってしまって、こういう言い方すると失礼だな、めんどくさいんで、運営からもらうチケットってそう久しくもらったことないな。上からもらったチケットを無駄にするのは全然抵抗ないんですけど、広告でもらったチケットって無駄にしてしまうとすごい抵抗ありますよね、心理的に。というので、めんどくさい、めんどくさい、ちょっとめんどくさいって言い方が良くないな。そうですかね。広告、そう、私の場合は確かにその自転車旅行を広めるっていう意味で
なんだっけ、いや、そんなこと言ったら、せっかく今から広告してくれるポイントで広告してくれるって言ってた人に対してどえらい失礼だな。まあ、今までやってなかったのはそういう理由です。でもポイントが切れるからついでにっていう話であれば、そういうので使っていただけるんであればいいかなと、いいかな、一緒かな というわけですよ。広告オンにして、そうですね、今私は広告すごくしづらいことを言ってしまった。そう、リスナー増やすというよりは新規の人に多く見てもらうっていうのが一番重要かな。自転車旅行はこんな風にやってそんなに敷居高くないんですよっていうのを見せたいんですよね。で、それでやる人が増えて何が嬉しいかっていうと、何が嬉しいんだっけ。そうそう、囲われたりするとって、囲いっていうのも、私は定義がよく分かんなくなってきたな。私が前にこう、大百科で見た囲いの定義は、ある生主さんを特定のリスナーが、他のリスナーとか生主にできるだけ接触させないように工作して回るっていうことらしいんですけど、そうではないみたいですね、一般的に言われてるのは。一般的にも何もそういう正式な用語があるわけじゃないし、囲い、あと信者とか。で、そのあたりはできるだけそういう感じになりたくないですね、どれにしたって。まあ、信者とかだと多分イメージとしては、その生主さんと自分をなんか同一化じゃないけど、なんかそういう生主さんの考えが自分の考えみたいなところが入ってきて、その生主さんがやってることの是非を考えずに肯定してしまうっていうところはあるのかなと思いますね。多少、あ、またここで右かな。ああ、なるほど。叩かないだけでっていうのもそうかもしれない。ラオスは昆布ですね。うわ、普通に歩道で昆布干してたりしますから、あの辺り。あ、ここ、1000ポイントですか。恐縮だな。まあでも、少なくとも北海道旅行中には予約はやるので、ありがたく使う。そうか、そういう理由があったんだ。後付けだけど、そういう理由にしよう。今広告でチケットもらっても、北海道旅行中だったらいくらでも消費する当てじゃないな、予定があるので、かなり曇ってますね。でも一応雨は予報はなかったはず。まあ雨具全部持ってきてますけどね。それだ、これだ。どっち向かってもまっすぐですね。ね、な口。あ、有益な、なんかあったらすみません。聞き落としてたら。広告。ってことは私もなんか切れるポイントあんのかな。でも大体そういうのがあったら、ニコニコのメールで通知がありますよね。ポイント切れるぜっていうメールが。何の道？景色一緒ですけどね。でもこの辺り少し開けてきましたよ。一応この辺りも十勝平野の一部になるのかな、帯広の辺りっていうのは。いや、なるのか。日勝峠越えて降りてきた先が帯広になるんだから、十勝平野ってこの辺りだよな。その何か、多分じゃがいもじゃないですかね。ラオス、ラオス。ラオスはウトロじゃない方ですよね、ラオスは。道の駅は今何キロって書いてあったかな。いや、ほんとすいません。私がその頭の中でバッファに残しながらその解釈していくんですけど、その時に落ちやすいのかな、何らかの理由で。あ、自動延長はずっとオンにしてたはず。一応直前になったら思い出せるように頑張ります。忘れてるだろうけどな。あ、そうだ。40迎えるのは、いや、私は超えてますけど、特に。
そうそう、RX100 はグレードアップしたっていう話を忘れてた。この通りですね、見てわかるかな。グリップを貼り付けました、純正のやつ。そうそう、皆さんから見て左下のところのこのボコッとしてるところ、これ単にシールで貼り付けてあるだけなんですけどね。これでも1200円だったかなんかします。ん？どこ？いや、知床の方には今回行かないです。今回北海道らしいところはそんなにあんまり走らないですね。ソニーです。北海道は私山の方好きなんですけど、今もう寒そうだから行くのやめました。フォルスター。私が今デジカメ入れてるのはなんて名前だったっけ、白馬のデジカメケースのなんだっけ、8度、IPX なんとかってやつ、なんて名前だっけ。RX100 と白馬で検索すれば多分価格コムとかの記事が引っかかると思います。RX100 に合わせたようなサイズ の, でサードパーティーのデジカメケースあるんですよ、白馬の縦型のやつ。ここがありがとうございます。うわ、1になってるのか、そういうニセコメントかもしれない。騙されんぞ。ロールアウト40年強しです。そうです、強しも強しだな、いい加減。ん、気温差、いやまだ暑いですね、蒸し暑いです、恐縮です。1900円っていうのは1回でですかね。南十勝梅街道、あ、そうそう、ピクスギアです、それです、ありがとうございます、すっきりした。でもそれもいっぱいモデルがあるんですよ、ピクスギアも。それの M サイズの新しいモデルの方だったはず。型番ちゃんとチェックしないと、微妙にサイズ違いでそっくりの型番があるらしいんで。空が白いですね。真っ白じゃないだけいいかな、まだ潰されて。日照峠交通量多いですからね。またありがとうございます。1900、チケットは使い切れるでしょう、明日以降も。恐縮です。弟子すぎ。それが10分の1に縮小された上で、私がチケットとして使わせていただくことになりますね。任天堂のオーナー、任天堂は京都ですよね、京都の会社ですよね。花札とか出してる、トランプとか出してるところ。トラック、今のですか。こっちはちょっと湿ってますね。ん？高原。花札屋ですよね。昔からなんか別称的に言われてますよね、花札屋って。8月やんなかったのは単に、行き先の話で思い出した。さっき途中まで言ってたんですけど、ちょっとコメントをすみません、しばらく対応できないですけど、話すので。この間、乗鞍に行った前日に、通行の面のところ走って、結構、いろんな反響があって、私は迷惑にならない範囲だったら、許されるんじゃないかなと思ってやってるんですけど、でも理屈で考えると、やっていい権利があるわけじゃないし、迷惑かかってないっていうのも程度問題ですからね。なので反論できないんですよ、あれ。そういうとこ走るのはダメだって言う人に対して。で、その後も、犬小路行こうかなと久しぶりに思ったんですよ。丹沢湖のとこの。丹沢湖に犬小路っていう片側ダートの峠があって、でもあそこもずっと通行止めのままで、歩行者とかは紅葉の時期にいっぱい来てるんですよ。でも大手を振ってできなくなったんですよね。私も昔から自転車乗り的な考えでは
入ったって迷惑をかけてるわけじゃないというつもりではあったんですけど、じゃあやっていい権利があるのかって言われるとないんですからね。うん。今日、あの山の中で通行止めって書いてあるところを通ることが是か非かって話で、自己責任で行った上で実質的な迷惑もかからないんだったら私はいいと思ったんですけど、思ってたんですけど、ずっと、じゃあなんでやっていいんだって言われるとまあ答えられない。犬越寺いいですよね。私はあそこ結構好きです。3回ぐらい行った。富士山が見えるところですよね、あそこは。もうあそこは長年ずっと通行止めです、車両的には。というのもあって、放送してなかったと言ったらちょっと言い過ぎだ。でも実際にその金曜日に犬越寺行こうと思い立って、久しぶりに今度こそ走るぞと思ってたんですけど、直前になっ、あの夜中に寝る前になって、そういうあそこ通行止めだったと思ってすっかりやる気がなえたっていうのは実際にあります。配信外ですね。そうそう、事故ったらっていうのは確かにあります。そう、そこのところがあの一番弱いところ。安全性は地元の人だったら答えてくれるかもしれないけど、工事関係者だったら答えられないですね。息子、いや、でも反対意見があるのは多分同じだと思います。ニコ生だから面白がってあの悪く言ってるだけってわけではないと思います。多分通報を楽しんでるという意識ではないんだろうけど、あの心の中ではそうなってるっていう自覚はないだろうな。 あと3キロぐらいでしたよね。あ、飛行機、帯広空港出たやつですね、これは。あれは JAL かな、 JAL ってこっち来てたっけ。尾翼がちょっと赤い、垂直尾翼が。あ、で、そう、豚の食べますと昼ご飯。いや、これは離れててる方ですよね。え、37って分かりますか、あれで。あれって走発っていうのかな、2個エンジンがついてるやつ。ふぅ、ガル通行止め、私有地だったらまあ送信になるんでしょうね。あとは何だろう、今やっぱり実際にあの事故った時にその通行止めをちゃんとしてたかどうかっていう責任が持ってる人に対して迷惑がかかるっていうのはあると思うんですよ。まあ、あの例えば救急車が間に合わなくてもたれ死んだところで自分の責任ではあるんですけど、だからといってあの動けないほどの怪我を負った時に迷惑がかかるから、あの救急車に通報、あの119番だっけ、109番だっけ、119でしたっけに電話しないかっていうと、それはしますよね。そこのところはあの疲れると何も言えないところ。それ言ったら別に通行止めであろうとなかろうと山の中だったら大概そうなんですけどね。責任、まあでもそのレベルだったら私は職業的な仕方がないところかなとは思っちゃいますけどね。うん、通行止め、いや、あの、あからさまに隠すのもなんか嫌いなんですけどね。まあ何も言わずに、な、放送もせずに通過するぐらいかな、点的には。うん、私の観点はあくまで迷惑かかるかどうかなんですよね。あ、怖すぎな。でも私はそこのところすごくあの個人的に重点なので、重視してるので、性格的なとこですかね。だからあのこの間言ったらどこだっけ、千葉だったかな、いい船、
あ、そうだ、確か身延線か何かで、あのけなんだっけ、あの乗った無人駅から乗るときに、何県って言うんでしたっけ、配信、チケット取るとこありますよね、どこから乗りました証明の紙、あの前に私気づかずにあの自転車を置いて、しかも離れて座ってたんで、後で降り際にそこに近くにいたおじさんから、これ他の人がチケット取れなくなってたよって優しく諭されて、死にたくなりました。まあ実際死ぬまでいかないけど、かなりなんかトラウマっぽくなりました。あれはああいうのものすごいショックです。気づかないうちに明らかに迷惑かけてたっていう、ああいうのは気づいてなければいいってわけじゃないっていうやつですよね。危険は、でもそういうところはすごく落ち込みますね。あ、ちゃんと、でもあれは気づくべきでしたね。いたらたらき駅、駅豚所だっけ、あれなんて言うんだろう、発見、あ、そうそう、発見機、そう、コメントに言われたとも気づいてなかったんですよ。それもあってすごくあの時は落ち込みましたね。これ駅の何でしたっけ、駅、あれ、トンじゃないのかな、駅トン所、あと確か正式な駅じゃなくて、資材とか置くとこでしたっけ、植え込み、いや、でもあれはん、ひじり県、これ国道じゃないかな、いや県道か、これ道道か、駅伝の駅あれ飛んでいいんでしたっけ、定か駅停所かな、定だっけ飛んだっけ、あれは道道です。あ、本当に道道ですよ。こっちの道は県道とか都道じゃなくて、あ、そっか、すみません、道道、この道は結構道の駅があるぐらいなんで車が多いところなんですよね。もっとなんか厳選して裏道取ればよかったかな。でも初日でろくに距離進まないだろうと思って、まあできる限り距離短くする方向で今日のルートは考えました。まあ変なとこも行ってますけどね、途中で。あ、そうだ、今ここ出す、久しぶり出すか、いらっしゃいました。そう、やんわり、そのやんわりがまた逆に気にしてしまうところでもありましたけど、でも怒鳴られるよりははるかにショックは少なかったですね。でも調べた駅、あ、どうなんでしょうね。でもやっぱりある程度車が来るところじゃないと、そもそもそこにはあえて作んないですよね。なので、あと確かこの辺りさっきの自動車道が並行して走ってるんじゃないかな。そう、いや実際住んだことなんで、どこだったかっていうのはなんかおぼろげです今記憶は。気をつけます。カーブ本当少ないです。まあでもアップダウンがないのは助かる本当に。ん、今回の都内は八王子かどっかに唯一なかったでしたっけ、道の駅は。神奈川だっけ、あるのは神奈川いっぱいあるか。北海道は、北海道で山って言ったら三国峠を中心とした大雪山系とかその辺りぐらいですかね。いらっしゃいませ。バイパス、この道はどうかな。で、あと500メートルで道の駅サラベツ。ん ?109? あ、東急かな。ん、日が落ちると虫だらけ。おお。あ、定山渓山ですね。札幌の近くで、あさり峠っていうのがあります。で、私はそこを越えた時の自転車レポートに、あさり峠だけにあっさり越えてしまったなとか書いてましたよ。私の自転車レポートに。私は
でもなんか近くの大学の自転車部か誰かみたい、自転車部的な人が練習してましたけどね。確かあの時は小樽方面から明日襟裳の方に向かうつもりです。ただ笑い点にすみません、ウォーキングおかげの、でも今だと余計言うと思うな。私は道の駅到着、とりあえずソフトクリームでも食べようかな。昼飯食ったばっかりだけど反省。なぜ惑わずの、そう、夜一桁です。この辺りも確かありがとうございます。ソフトやっぱりありますね、道の駅といったら。プワプワペロペロか。レストランポテトクリー。ああ、やっぱり日がまたちょっと出てきたせいか暑い。おう、全部見た。ストリーム配信とかのやってことかな。ピポタ、車結構いますね。ソフトクリームはたまにあれですね、冷凍庫に入っているパックのやつを出してきて、それを無理やり砕くというか、機械で柔らかくして出てくる黄色っぽいやつ、あれはどちらかというとシャーベットに近いんですよね、ソフトクリームっていうよりは。どうしようかな、これ中に、あ、いや、基本的に店にはカメラ持ち込まない方針で、ちょっと買ってきます、ソフトクリーム。そういえば延長はできたんだっけ。時間は微妙だな、ちょっと延長だけしてから行ってきます。ダイバー、それもなんか迷惑かどうかっていう話ですよ、私の場合は。超気になる、神経質っていうんですよね、こういうのは。でも人に迷惑さえかけてなければ、堂々としてられるみたいな印象があって、イメージが、考え方があって。これ何うどん、サラベツさんうどん、起こる、そういう人もいますよね。話から、あの人配信してるのかなということか、それとも別の話か。俺たちには、その点はすいません、前提です。見てる人のことそこまで、見てる人のためにいろいろやるとまでやらない、いろいろやるというところまでは行ってない。ミニストップのパフェあったら入りたいな、ミニストップ。私はミニストップはハロハロショックが昔あって、なんて美味しい食べ物なんだろうと思って、その時以降食べたやつはそれほどでもなかったな。でも初めてハロハロ食った時はめちゃくちゃ美味しかった。人間の見た目的に迷惑。あと30秒友情か、そうなんだっけ。ご当地ソフト、ただのソフトクリームみたいですけどね。ソフトクリームは一応置かなきゃいけないっていう方針で置かれてるタイプじゃないですかね。見たところ本当に既存の上りがそのまま置いてるだけなんで、特別なソフトってわけじゃないと思います。通報、ニコ生以外でってことですかね。でもやっぱりこのインタラクティブ的な、いや横文字使うのよくないな、リスナーの人たちとやり取りする的な観点でいうと、ニコ生は突出してますよね。ユーストリームだとやっぱりどうしても一方通行になりがちなんで、でも私の方針から言うと本当は一方通行でもいいというのはありますね。インタラクティブ、インタアクティブ、延長ちょっと今からやりますね、手動でやってしまいます。無料延長、ハロハロのパインでした。私がパインだったかな、初めて感動したのはパインのやつだったはず。あと忘れもしない、どこだったっけ、ガリガリショックもあったんですよね。確かガリガリショックは秋田に入ったとこだったかな、盛岡だったかな、岩手盛岡のあたりだったかな。ガリガリショック以来すっかりガリガリ信者になったことありますね。じゃあちょっとソフト買ってきます。で多分これまたカメラ置いたままでソフト食うことになるかな。
みたらし団子のアイス、ガリガリではなくてですかね。ちょっとじゃあ買ってきます。行ってきます。ガリガリ食って、ガリガリ食、初めて食べたガリガリ君ですっかりガリガリ信者になったっていうのが、あれ何年前だっけ、4年前か、2000年の時ですかね。じゃあ行ってきます。ちょっとヘルメットつけてだと食いにくいんで、見せながら食うの難しいんで、このまま食べさせていただきます。で、ソフトクリームの手作りすももジャム付き、普通の砂糖が300円でプラス30円でこのジャムが付きます。なんか一工夫のやつありましたよ。じゃあちょっとコメントろくに聞こえないですけど、まず食べさせてもらいます。GoPro の方もほら、いつもバニラばっかりだ。俺は300円くらいか。逆光おうまそう。溶けるお、お赤いのがついてる。神々しい自由の女神みたいだ。いいね。北海道旅行はすべて iPhone で写真撮っちゃった、うん、早く食べなはれ。まずいならまずいって言っていいんだよ。いいとこでトムトー。マイクどこ行ったっけ。ソフトクリーム。え、止まった。風強そう。おつ、うまそう、うん。何のソフトクリームなの。うわ、シーフードヌードルこぼした。うん、イベントタグも懐かしく感じる。サラノウが作ってる。あ、イベントタグのすっかり忘れた。どうですか。今ここ起きてるよ。あれ。あ、今ここはそうです。ベルトしてる。ん、今ここは。アプリがちゃんと動かなくなっちゃったらしいんで、豚丼のタレはめる、何かのアップデートにより味をグルメリポートのように説明してください。内容今デジカメいらないくらいだよね。スマホレンススペックだか、そうです、ね、イカ役。 iPhone6 でまた、あ、5S か、 iPhone5S でまた上がったんですだけ性能が。で、スモモジャムはかなり酸味が強くてアクセントとして美味しいですね。甘いだけのジャムじゃない。のんびり座って食べたら、うん、ベンチないですね。俺もデジカメ
本だけになっていかやく。その辺すももが名産なの。自転車より車で走った方が楽ですよ。椅子を探しましょう。ミニストップの M ソフトですか。さすがにセンサー小さすぎでしょ。スマホアイスクリーム生ぬるさね。椅子はないんですよ。私はですね、あの防水用のデジカメ最近持ち歩いてないんですけど、あの防水パックに入れた iPhone で十分だなと思いました。前あの青森で秋田だっけ、大雨に遭った時に思ったんですけど、前に乗鞍走った時には結構後ろ取りしましたよ。しました。ちょっとゴミ捨てに行ってました。今の、そうサラベッツ、あのスモモジャム入り美味しかったですね。眠る雪、あれちょっと待った、音量が急に下がった。今日はちょっとなんか音が小さくなった。
今日はですね、大樹町っていうところの床宿、まあ民宿の、あ、大きくなったよし。戦車か。そういや、戦車アニメのガルパンの映画が来年あるんですよね。あの美少女戦車アニメをの映画を見るために私はその時43歳か43歳のところが一人で映画館に行くと考えるとちょっと気力がくじけますね。結婚は今のところ予定ないな。まあでも見に来てる人も大体そんな感じの人がいっぱいいるだろう。多分大丈夫だろう。私はさっきどっちから来たっけ。窓か、マギか窓かかな。いますよね、いますよね。どっちだっけ、こっちか。そうですか。プリキュアか。川ベルトってなんだっけ。川ベルト。そう、苫小牧に向かおうと思ってます。あ、よく考えたら今日顔に日焼け止め塗ってない。結構焼けるんじゃないかな今日。鼻赤くなる。一人プリキュア。お財布、ちょっと待って、身を固くするのか。そう、330円。ちょっと今聞こえてなかった。独身を満喫してる状態維持したいだけかな。身を固くする。ん？じゃねえねえよ。ん？竹縄？液体か？液体か？さて、あと何キロあるのかな？ 60、70キロぐらいだったらまあいけるだろうと思ったんですけど、予想外に進んでない。まあ、夕食に間に合えばいいか。北海道は次の日曜、明日のその次の日曜までです。住み遅いですね。まあ、一応宿のお風呂はあるので、こんにちは。あとよく考えたら前泊まった時には、万世温泉ツアーで万世温泉に行ったわけだから、今回は宿の風呂にあえて入るという選択肢も、そういうわけもあるな。ん？何が身のもんだ。まあ3連休があるから、あの4日間の年中を取ってるだけですよ。ん？48キロですか。48キロって48キロ？まずいな。そう、あそこの晩飯私めちゃくちゃ美味しかったんですよ、前行った時。あとオートミールパンっていうの初めて食べたところ、あれも美味しかった。朝ごはんに焼きたてのオートミールパンが出てきて、あ、38キロか。まあ18時までだったら普通に行っていけるぐらいですね。アベレージ10キロで考えときゃ大体合ってるから、私の場合は。先週の、まあ、3分の1、本当かよ。で、また新しいやつだ。昨日は豚丼食べました。腹減らしていかないとって言ってる矢先にもそっと食いましたね。これ逆光で見えてないな。やっぱり前にトラクターがあって、後ろに収穫物を何らかの加工するものが、機械がついてるってタイプのやつ。前来た時見てないんですよ、ああいうの。クロスバイクは、私のこの今乗ってるやつは、一番最近買ったマウンテンバイクの一つ前のやつなんですけど、
クロスバイク買った理由は、一番最初に放送始めた頃乗ってたやつがチタンのマウンテンバイクで、で今乗ってるこれが2代目の8万円弱のクロスバイク、アルミのクロスバイク30キロ黒で、クロスバイク買った理由はマウンテンバイクに比べてサスペンションがない分軽くな、車体が軽くなりそうっていうのと、あと今時はマウンテンバイクよりクロスバイクの方がオプションとかがカスタマイズとかやりやすいだろうなと思って、てかマウンテンバイクの今選択肢少ないんですよ本当に。なんで、あ、一番の何、あ、こっちはちゃんと見える、いや使い分けてるんじゃなくて、今回は長期旅行っていうのと飛行機輪行っていうのが重なって、今のディスクブレーキのマウンテンバイクに不安があったんで、ディスクブレーキ途中で壊れたって自分じゃどうしようもできないし、そう、さすがないのはやっぱり違和感ありますね。ほら、あれは何だろう、これトウモロコシかな、違うかな、上に出っ張った黄色い筒の上から後ろのカゴの中に向かって抹茶パウダーみたいなのがすごい勢いで噴出してる、あれは何を収穫してるんですかね。見たとこ抹茶製造機、抹茶の粉製造機にしか見えない。ん ?2 日で、ああいう物理的とか機械的なものには結構ロードバイクはですね、私はドロップハンドル苦手なんですよ、あくまで個人的に。世間のドロップハンドル否定するわけじゃなくて、私個人がドロップハンドルの姿勢が苦手なんです。このいちいちなんか否定するわけじゃなくてとかつけるのは、ドロップハンドルの話し始めると、いやドロップハンドルの方が姿勢が多く取れてっていう、一般的にそうであるという認識は私も共有しています。ただ私個人が合わないんですよ。いや、大荷物やってる人いますけどね、でもタイヤはさすがに太くしてるのかな、ああいうのは。ん、何が可愛くて、パンチのところがさっきから聞き取れない。あ、この景色なかなか日が出てるし、オーダーか、ん、防御感、ああ、そうそう、あらかじめもう防御込みで喋ってますからね、それも意識はしてる。ん、そう、北海道、そう、90式が道路走ってる動画とかニコ動に上がってますよね。しかも車載で撮影してる間に10台以上通ったんでしたっけ、あれ。ん、あ、すいません、何しますかってまた聞き逃した。私は今これ32のやつです。幅32ミリだっけ、700×32 です。ん、防備、ああ、その喋るに防御が入ってるかどうかということですね。ひとまる式、私はプラモにまだ手出してないですね。昔 3D のデータ作ろうと思って、フランカーのプラモとか戦闘機のフランカーとか、あと有名なる前のオスプレイ、有名なる前ってとこ重要ですけど、決して見肌からじゃないんですけど、オスプレイのプラモ買ったりしましたね。イタレリっていうプラモメーカーの、おお、Windows の壁紙っぽいですね。買った後の牧草地かな。SU37 はどれだっけ、スーパーフランカーだっけ、それともアタッカーのやつだっけ、爆撃機仕様のやつだっけ、あれ逆、全身翼のやつかな、37って。そうそう、壁紙。ひとまる式ってどうなんでしょうね、まだ正式配備もうしてんのかな。私の放送でパンクは何年前だっけ、
確か3年ぐらい前の、あの田沢湖で、田沢湖の手前でパンクしたのが最後ですね。んで、人丸式が、うん、好き好き、北海道で、あの直線道路が多いんでみんなスピード出すので、あのカーブによって事故が起きることはないけども、一旦事故が起きるとスピードがすごいから、あの被害もすごいって聞きますよ。うん、ああ、また来ました、すいません。うん、そう、しわるべマラソン、未だにパンクしてないですね。マウンテンバイクもこのクロスバイクも今しわるべマラソンっていうタイヤですけど、いずれもまだパンクしてない。ただこのタイヤ半端じゃなく重いです。パンク多分いけると思いますよ。ひとまる式はそうです。ん、でかいしか、緑のパナソニックはあのフレームに一周近くひびが入って、一周近くでもない、まあ4分の3ぐらいひびが入って、もう今乗れない状態です。でも溶接とかで修理してくれるところがあったらお願いしたいところではあるんですよね。でもそれって結構、その溶接だけやってくれるけど、その前 あのまず自転車をばらしてフレームだけにするとか、あの塗装し直すとかを自分でやるような前提があるみたいなんで、ん、重さ感じるわ。あ、マラソン、そうですよ、あの輪行の時にホイール持ったらびっくりしますよ、知らない人が持ったら。鉄でも入ってんのかっていうぐらいのタイヤですから、これ実際に何が入ってんだろうな、このタイヤ。パナソニックは結構擦り切れましたね。私はロードランナーっていうのをしばらく、あの結構長い間使ってましたけど、ロードランナーはあの特にか、あの横の壁が薄いタイプの軽量系のやつは、軽量型のやつはあれすごく横が弱いんですよ。あのどんどん脇が削れていって繊維が出てきて、途中で穴が開きそうになったんで、あのタコ糸で縫って走ってた時があります。タコ糸じゃなくて普通の裁縫糸か、あの時は。で、すみません、ここまでコメントは聞いてませんでした。手付けた、あの軽いタイヤ乗ってる人に比べたらすごいと思いますよ、落差。ん、草が生えてて、直射、あで横壁が黒いタイプのゴムのやつはまあそれなりに持ちました。でもあのパンクも結構しましたね。ん、速攻の蓋、あ、私が乗ってるタイヤだとそうでもないです。よっぽどそのタイヤの幅ぐらいの隙間ができてたら別ですけど、そんなに神経質にならず済みますね。あ、そうだから私があの折りたたみロードバイクの MR4 を初めて買った時に、タイヤの細さとあのブレーキのぐに、ブレーキのその柔らかさ具合にかなりビビって走ってました。ん、何が心配。うん、640g、 1本ですよね。1本でそんぐらいありますよね。軽いタイヤだと半分以下だったと思う、確か。トレードオフだと思いますけど、このマラソン半端じゃない重さですよね。まあ、私は荷物たくさん積むからトータルでは誤差だと思ってますけど、でも輪行の時のその輪行袋の重さには結構影響します。これは、これって私もよく見てますけど、何でしたっけ、これって。ん、自転車、飛行機乗せるのかな。あの預ける荷物が20キロ以下だったら ANA はタダです。で、20キロオーバーするとオーバー分が10キロまではプラス2000円、そこから10キロごとに1000円プラスだったはず。そうそう、あの地吹雪で、あの避けた雪がこの中に戻ってくるのを防ぐとか、そんなんですかね、違うかな。あ、なんてなんて、あ、まあ確かにホイールはあのトルクというか、例えば回し始めるときに一番影響があるところに重みがかかってしまうので、その違いがあるとも確かにあると思います。まあ加減速のときだけですよね。でも一旦勢いがついたら維持しやすいっていうのはあるんじゃないかな。
でもそんなにスピード出してないからわからんな。大変。あの輪行の時はまあなかなか大変ですね。私は一番最近買った、こんにちは、やってます。一番最近買ったマウンテンバイクが10万ちょいしたっけで、12キログラムぐらいかな、なんですけど、輪行袋で担いだら重くてびっくりしました。なもんで、あの肩が痛くなってきたから、その肩のベルトに通す、重み分散パッドみたいなやつをわざわざ買いました。うん、いや、でもさ、巡航してる分にはそんなに影響は少ないですよね。ここから左か。25いかれやくされて、25は細いですね、私から見ると。25って、うん、逆になんかそんなイメージはありますけどね。輪行かなり、うん、あの女性でもいけるぐらいじゃないですか。あの一般的な観点でいうところの女性、あの女性だからどうっていうのは言い方良くないかもしれないけど、輪行の時はあれ、あのあと背の高さも関係しますよね。でも、あ、今のところ多分大丈夫だと思います。こっち晴れてるし。竹ひご？竹ひごってそもそもなんで竹ひごなんだっけ？ひごってなんだっけ？ん？何が運転できない？これはまた何だろう。あ、これ玉ねぎのやつじゃなかったっけ？玉ねぎケージじゃなかったっけ、あれは。でも玉ねぎっぽくないな。違うな、これは。さらにそうですね。でもあのいろんなものに耐えられる主張をしたくなるじゃないですか。これ豆だ。これ大豆じゃないかな、確か。さっきあのミスタービーンズのとこに噂ってたやつと同じやつだ。確か大豆って書いてあったような気がする。つまりちょっと早いと枝豆。ん？今日は何くん？川に落としましたね、自然寺で。あ、玉ねぎ。玉ねぎあの入れ物が特徴的ですよね。淡路島でも玉ねぎ、あそこ玉ねぎ特産だから。ん？何がいいです？すごい。大豆はソイですかね？ソイビーンズ？だから醤油は大豆ソースでソイソース。あ、もう切れた。え、もう？やばい、今日もうこれ以上バッテリーないんですよ。ってことは GoPro も途中で切れるか。やばい。こっから先配信はあと PC の本体のバッテリーで2時間持つかどうかってところです。ん？カーボン。バッテリーに移行した上で、あ、内蔵バッテリーに移行した上でもう 10% 減ったんで、外バッテリー減ったっていうか、もうなくなった。早い。10時スタートだから、まあ4時間ぐらいか、昼飯時間抜いて。やっぱりちょっと下手ってきてるな。で、予備のバッテリーは予備のバッテリーは今ヤマト運輸さんの手の中。アンドロイドに、いや、もう切れてからでいいと思います。宿でバッテリー充電はなんとかできますね。充電器は今こっちにあるから。というわけで今下り始めました。確か海からさっき海抜100か150ぐらいあったところの高台から今降りてるはず。ん？何では？バッテリーで、実は今回ですね、あの外部バッテリーでかいやつ1万8000ってやつを3本持ってます。この間追加でもう1本買って、それだったら丸2日いけるかなと思ってるんですけどね。でも今のこの4時間で切れたやつから計算すると、3本でも12時間、1日6時間じゃ足りないな。まあ足りなくなったらアンドロイドでなんとかつないでいこうと思ってます。アンドロイドには別のバッテリーからまたつなぐんで。
き場で、あのセルの状態で買ったら一番安いんでしょうけどね。でもそれを、私電子回路の心得が全くないので、覚えればそんなに難しいもんでもないのかな。ん、何になっちゃう。30、あと30キロか。また飛行機だ。どこ飛んでるかちょっと今スピードしてるんで、16時はちょっと無理ですね。あ、もう向こう行ってしまった。あ、いや、大容量バッテリーは一応18000のバッテリー1個だったら持ち込めました。私自体はもうバッテリー満タンです。今まだ腹が減らなくて困ってます。ですね、飛行機に乗せられるかどうかっていうのはリチウムの含有量かなんかでしたっけ。確か電池の容量じゃなかったかな。私が持っているやつは1個 66.6kW 時なんですよ。それかける3本でまとめてから計算するのかな、それとも一個一個で計算するのかな。で、まあ、そのうち2個は今宅急便で送ってるんですけどね。宅急便の方も確か規定はクリアしてるはず、あのバッテリー。ん、残り3分。あれ、延長できてない。 GoPro 今オンにしてます。そういえばしばらくチェックしてなかったな。含有量じゃないんでしたっけ、リチウムの。確かそんな話だったんじゃないですかね。で、ちょっと延長ができてない。え、またなんか叩かれるような要素ありましたかね。確かあのバッテリーは持ち込み大丈夫なはずだけどな。今ここもダメなんですよ。あ、自動延長効いてない。最近ヤマトもうるさいですよ。ですか。え、ダメなんですか、あのバッテリーダメなのかな。で、自動延長が効かなくなってる。やばい。買った時に、あ、そうですね。尊敬できる、何ですかそれ。そのヤマト持ち上げは何ですか一体。気になる。お、急に静かになった。今、無料延長自分でやりました。手動で。ちょっと自動で効かなくなってますね。しょっちゅうある、こういうことは。宅配便。アマゾンとかどうなんですかね。あれって独自の流通システムですよね。いや、違うか。あれもそうか。宅急便とか佐川使ってるか。なんか佐川よく叩かれますよね。あ、今ここ今また手で出しました。でも数分で切れると思います。ポイポイ。ああ。配車線扱うって言ったらそうなのかな。創業者の税金の場合そうなんですか。でもアマゾンで結構生活変わったよな。電気店に出向くことが少なくなりましたね。前は結構ヨドバシとか入り浸るというか週に1回は最低行ってましたけどね。まあ会社が近かったっていうのもあるかな。最近電気店に行くよりももうネットで値段調べてアマゾンで買ってしまう方が。佐川、ああ、結構そうですかね。ああ、海外では。で、なんか暗くなってきた。カニ食べてないです。いや、会社は私は変わってないですけど、勤務地が何度か変わってます。ん、あ、イケメンで、あ、プラモデル。あ、そういえばプラモで行ったら 3D プリンターネタでプラモというか原型なんですかね、あれは。144分の1のミリタリーモデルとかを 3D 印刷でサービスを使って出力して、でそれを商品にしてるところありますね。
え、原価より安い、原価。家電は、ああ、それはあるかも。ん？佐川さん。下り続けてるなあ。配達員の人が若くてかっこいい人がいいって意味か。ん？何ゲーム？作れない形は、下から順番に積み上げていくから、その時に空中に浮いてしまうようなところがあると面倒くさいことになりますね。で、そういうのはサポート材っていって、細い骨組みをその下に組み立ててやるような、機能がソフト側にありますね。下り快適です。でもやっぱり涼しくなってきたら今度は湿気のせいです。涼しすぎるな。ん？佐川。私がいっぺんなんか荷物壊れたことがあるのは、妹からのお下がりでもらったコンロが、宅急便で送ってもらったときに、足が折れて使えなくなっちゃってて、コンロってキッチンに置くタイプのやつ、キッチンに据え付けるやつ。で、クレームを言って、結局、新しいものを自分で買って料金請求するっていうのをやったことありますね。あれは宅急便だった。佐川はそもそも使う機会が少ないからなのかな。近くのファミマに行ったら宅急便ですからね、扱ってるのは。あとはアマゾンで買うときに何で来るかかな。ん、どこの、さっき壊されたって言ったのは宅急便でした、確か。ん、ラッキー。まあでもそんなに立派なもんでもなかったですけどね。安いやつで。左の次は、15時か。佐川が、個人で、確かになんだっけ、ウェブサービスは黒猫の方が充実してる感じがしますね。佐川のサイトはちょっと探しにくかったような気がする。宅急便。初めから、いや、使えない状態で送ってもらってないので。 ん？で、ペリカンって今どうなんだっけ？ペリカン便。ペリカン便って確か昔、あそこはキリタップから荷物を送るときに使ったような気がする。ペリカン便が日通か、日本通運か。で、今ちょっとルート的にですね、今ルートは本当あっちに行くよ、この後向こうに向かうんですけど、この辺りの市街地の中心地を一応通ろうと思ってこっちに向かってます。 続く。私が今変えようとしてるから大丈夫なはずです。ペリカン便は、ペリカン便が郵便局に吸収されたんですか？本当に。日通が？え、マジで知らなかった。それで最近見ないのか。なるほど。カンガルー知らないな。知らなかった。日通って郵便局の中に、郵政、なんて言うんだっけ、あれ、正確には。元郵便局に吸収されてたのか知らなかった。で、ここは蟲類かな？情弱すぎますよね。知らんかった。いつの間に。ここも道の駅ありますね、蟲類。ごっくんミルク。私知りませんでした。ペンギンですね。高い部門、なるほど。ん？何が？国鉄が JR になったの。実は知ってたな。普通。よし。よっ。フットワーク。なんかダックスフントのイメージがあるけど、あれでしたっけ？ん？出かけない。いいけど、その、会場に出入りしてる業者がってことかな。
で、天気はですね、降りはしなさそうかどうかわかんないな、こりゃ。で、こっから左後ろに向かって折り返すんですよ。この市街地、あそこに中類の市街地って、これまで来た市街地の、でも特になんか店少ないな。でもやっぱりセイコマは向こうにあります。まあ大体分かったかな、中類の市街地の様子は。だね、夏場の夕方だったらいつ来るか分かんないですよね。御用達、御用達。あ、特に皆さんには暗く見えてると思います。肉眼だと暗、そんなに暗くはないんですけどね。うん、そうそう、セコマが向こうにあります。でもセコマはどんな集落でもある。降らない予報ではありました、確か。わざわざこっちに近道せずに遠回りしてきたけど、特に、あ、お菓子屋さんだ。うん、しかし、あの家の間が広いですね、やっぱり。これはさっき看板のあったのって、これ焼肉屋さんだったのか田舎屋。この男、あの数日後になんか雨が降るみたいなコメントがさっきありましたね。燃え段ボール、この都会は虫類。ん、雲が見えてる。この辺り X バンドないんですよね。雨対策は一応大丈夫です。雨具はあの上下からシューズまで全部あります。あのグローブも。で、もうただそうなったら配信を諦めて、バッグの中に電子機器が全部突っ込んで、で、防水パックに入れた iPhone を使って写真撮りながら進みます。雪が落ちる。あ、隙間があるのがですか。あー、なるほど。雪積もらん、どうなんですかね。トカチってどうなんだろう。銀サジはあの漫画なんでしたっけ、アニメなんでしたっけ。あの錬金術師のなんとかの人のっていうのは何の錬金術師なんだっけ。なんだっけ。鋼か。鋼の錬金術師だっけ。あ、黒猫銀サジ、いや、というのがあるということしか知らなくて、中身知らないんですよ。牧場かなんかのやつでしたっけ。 X バンドでしたね。関東圏がしばらくあのサーバーがあの X バンドデータで、 X バンドのデータを提供する側の仕様変更に追いついてなくて、ここがね、今鼻毛って言いましたっけ。いや、ナチュラルにそれは言ってしまったのかな。鋼をなんか言いそこ間違ったんですね。言いそこ間違い。鼻毛って言ったっけ今。なんか途中であの口が滑ったのを覚えてるけど。ボボボ。おう、猫。あ、農業高校なんだ。あ、いえ。ん？格安サーバー。なんだろう。難聴が多い。なんか土ぼこりが。私、鼻毛って言いましたっけ。鼻毛サーバー。あ、アニメもあるのか。道路整備、あ、でもこの道路大して凸凹ひどくないですよ。今ガタンガタン言いましたけど、そんなにひどくないですよ。あ、今ここはですね、なんかアプリが iPhone アプリがどこかの仕様変更によって動かなくなっちゃったみたいで、まともに出せてないです。で、鼻毛サーバーってなんだろう。あのAndroid でやったら動くらしいんですけど、で、今 Android 端末持ってきてはいるんですけど、インストールして ID パスワード入れなきゃいけないので、今日宿に着いてからしようかなと思ってます。
今ここの、ああ、それやるためにはパソコンかに GPS つながなきゃダメですね。長らく使ってないな、パソコン用の GPS。あの黄色いフィルム缶型のやつ。なんて、あれなんて名前だったっけな。なので、時々今ここ出しながら行きますんで。宿配信は今日どうかな、お客さんいなかったらやるかもしれないです。あとはあのパスワード覚えてない、パスワードもでも大体思い出しやすいようなのは考えるんですけどね。で今具体的に口出すとやばいから言わないですけど、確か私は今ここのパスワードは R だったと思うんだけど。死ぬのか、なるほど。宿は相部屋です。ただお客さんがいるかどうかは、鼻毛カッター、何の話か分かんねえ。今日泊まる宿はですね、実は10月上旬ぐらいにもう冬季休養に入っちゃうんだそうです。そんな時期なのか今って、10月初めに冬季休養って、休業か。ちょっとあの告知見たときにちょっとショックでした。そんな季節早いのかと思って。あ、相部屋慣れてます。基本的に相部屋で全然構わないです。あ、作成スクリプト相部屋、ライダーハウスとかと、あと徒歩宿というホステルは基本的に男女別の相部屋です。お休みは次の日曜まで取ってます。困ったこと、相部屋でですか。いびきしかないな、困ったことは。私は自分でもいびきかくから人のことは言えないんですけど。ビップスルーム、今年の冬はですかね。アイビア、あ、だから私は人につけてもらうための耳栓を持ち歩いてます。私のいびきがうるさかったらこれを使ってくださいと。いびきに耐えられるときはこれを使うといいという感じで。今夏休みなの。そう、今夏休み取ってます。そう、いや、つけてもらうため本当ですよ。クリオネは確か湧かないでしたっけ、違ったかな。クリオネはユースホステルでしたっけ、トワイドでしたっけ。4連泊、あれクリオネは確か湧かないだったか、オホーツク海沿いのどっかでしたよね。なんか苦しそうな泣き方してる。聞こえました今の。なんか苦しそうに泣いてる。でここの牛ってあの首に革ベルトが巻いてある。あ、なんか足が少しブルブルしてる。あの牛はなんか病気なのかな。台風立ったけどなんか前足がブルブルしてるんですよ。こんにちは。あの牛なんか体調悪いのかな。なんかエロい。あ、向こうの方にもっといっぱい固まってますね、牛。馬がめっちゃ可愛かったよ。馬久しぶりです。1ヶ月以上ぶりです。うちの父まだないな。ではないですね。メスだと見るんですか、牛って。狂牛病。なんかもうすでに懐かしい言葉になってるな。でもあれも本当にシャレならないですよね。あ、切り上げていいんですか。いらっしゃいませ。なんだろう、あの牛は鳴き方もなんか苦しそうだったんで、体調、あの病気って言っても、まあ伝染病だったら隔離されるはずですからね。北海道意外と蒸し暑いです。今はですね、今この瞬間はそんなに暑くなくなってきて、結構涼しい方かな今は。あ、タンパク質、いらっしゃいませ。うん、
電気柵はなかったな今。夜、あ、こっちじゃない。もう一本右の方だ。あれだ、電線少ないね。電線、あ、そうですかね。電線は普通にずっとつながってはいますけど、複数はないか。確かに車もちょっと減ってきましたね。こっち方向は釧路と、釧路からこっちに向かってのあたりはあのシャレならないぐらい人住んでないですから、なんだっけ、昆布狩岩とかなんかそういう名前の 地名だったかな。あれは駅だったかな。まあ海沿いのダート道走ったんですけど、シャレならないぐらい何にもなかったです。飲み物がなかったら死ぬってレベルでした。ん、見えとるは電線かな。あ、矢印、これは道の端っこ、ここだからっていう表示ですね。雪が積もった、雪が積もった時用の、ここはみ出したら死ぬぜっていうマークですね。おっと、電線はまあ普通にはあります。ん、結局何の方が古い。あ、今は、あ、フォーマーですね。今は使ってるのは、さっきから結構ガタガタひどくなってきたな。このひび割れてるんじゃなくて、道路の補修した継ぎ目みたいなところの段差が結構はみ出して、言っていい、それもそれもなんか上からじゃないですか。上からだと説得力が落ちますよ。上からだとダメだから、下からか。じゃあなんか掃除をする感じで、掃除を。あ、どこももう手に入れてる人いるんですね。ていうか、いつ発売なんでしたっけ、今日、昨日。なんか行列がどうこうっていうツイートが最近あったような気がする。あ、昨日。そう、下から願い上げる感じで。ああ、牧場たくさんありますね、この辺り。それ以上でも、あれって販売店の人とかには事前にある程度伝わってないと体制できないですよね。よくあの直前まで伏せておけるような。お願いあげる。ん、脆弱性。 iPhone5S はCPU が新しくなったのと、あと何でしたっけ、デジカメの機能の素子が良くなったんだっけ。ん、沖縄、私のポタファイです。フォーマーの電波使ったポタファイです。 FC、明るいレンズになったって話ですよね。それは結構大きいんじゃないかな。あ、そうだ、フレームレート上がったの確か120フレームで撮れるんでしたっけ。で、再生を4分の1の速度でできるっていう。ん？え、64ビット、安っぽい。デスクトップっていうんでしたっけ、 iPhone の場合は。ホーム画面見るとなんかのっぺりしましたね。 Windows みたいだ、 Windows 8みたいだ。最近の流行りはのっぺりなのか。あ、動物はこれ鹿とかは結構余裕で出てくると思います。あ、でもこの辺りはそうでもないかな。ん、サムスン、あっと、うう、何気に、あ、そうそう、あの PC ウォッチだったかな、なんたらウォッチで見たんで、 iPhone の記事は。配信メインというか、まあ、場所の問題ですね。こういうところ走るんだったら民家はですね、少ないな。ところどころ家が固まっているところがあるぐらいですね。あの衛星写真で見ると分かりやすいと思います。今日は泊まりです。明日も泊まりです。8日後まで泊まりです。ん？のサービス？うん、それありますね。夏休みです。そう、夏休みとして取ってきました。ん？何の下？
含めて嫌だ。宿、いや、あの今日の分しか決めてないです。明日はですね、宿にあの先に送っといた荷物がいつ着くかによるんですよ。え、ん9月、あ、夏休暇を10月だか11月ぐらいまでに取らなきゃいけないですね。で、あのまあ確かに恵まれてはいるかな、環境的には。あ、12月末か、すごい夏休みですね。有給消化もあります。沖縄この間やったのは冬でしたね。大晦日になんとかあの伊平屋島から脱出することができて、あの風でフェリーが動かなくなって、下手したらあの実家に帰らずに島で年越すとこでしたよ。筋トレ全然やってないです。だから腕も細いし、あの胸に筋肉の一かけらもついてないし、いや一かけらって言ったら言い過ぎだな、一かけらしかついてないし。あ、うん、実家に帰れました。ちょっとあの飛行機チケットのキャンセルと買い直しが発生したんで1万か2万ぐらい損しましたけどね。